マテアスミュラーは、スイスのオリエンテイリング選手。スプリント競技を非常に得意としており、またミドル競技、リレー競技でも好成績を残している選手である。ウォック2012スプリント、表彰式ジュニア世界選手権へは2002年に、スペインのアリカンテで開催された際に出場しているが、ミドル競技の14位が、最高位である。スイスの国内選手権ではリレーで一度銀、メダル、 スプリントで4度銅メダルを獲得しているものの、金メダルは未だに獲得できていない。国際大会へは2004年から出場を始め、最初にメダルを獲得したのは2007年の北欧選手権で、スプリントで銅メダル、リレーで金メダルを獲得している。その後3年間、あと少しのところで、メダルから遠ざかり続けるが、2010年のヨーロッパ選手権のリレー競技に、 目の負傷によって欠場となったダニエル・フブマンの代わりに出場、見事金メダルを獲得した。また、ノルウェーのトロンハイムで開催されたその年の世界選手権ではリレー競技で銅メダルを獲得、スプリント競技では金メダルを獲得した。翌年のウォックでもスプリント競技で入賞、銅メダルを獲得し、2012年に 母国スイスのローザンヌで開催された世界選手権でもスプリント競技で銅メダルを獲得。優勝のマティアス・キブルツ、準優勝のマティアス・メルツと共に表彰台をスイスチームでの独占に成功した。ありがとうございます。